上下の歯をきれいにさせていただくお客様です。はい、今回はですね、上下の見える範囲を、全体的に、ね、美しく整えていきます。まず上ですけども、左側のですね、こちらの4番目の歯からですね、はい、反対側も同じように、こちらの4番目の歯ですね。で、もともとこちらの3番目と4番目、そして真ん中の前歯は神経治療が、されていて、少しこう変色が見られているところもあるので、まあ、この辺りですね、色形を整えていきます。で、少し中から取っていただくと、左側の4番目のところはこれにですね、金属の銀色をした詰め物が入っているので、これもですね、しっかりと取り除いていきます。あとは下も同じように4番目から4番目の8本のですね、範囲で少しガタつきがある部分や歯の変色が見られている部分ですね、この辺もしっかりとですね、美しいアーチを作りながら歯並び色形すべて整えていきたいと思います。はい、では噛んでください。先ほどのお客様です。今回はですね、上下の、見える範囲ですね、8本ずつの16本ですね、1回目で仮歯に置き換えていきました。もともとですね、下の歯の少しこうガタつきがあったところもですね、歯肉整形術を併用して歯茎のラインを整えて、歯の長さや大きさもですね、美しく整えていくことができました。下ですね、4番目の、こちらの歯からですね、はい、同じように4番目までの8本を仮歯に置き換えています。そして、上ですね、上も今度はですね、同じような8本なんですが、もともとの金属がですね、入っていた部分ですとか、神経がなくて変色していた部分も含めて、上も同じように8本を一番白い仮歯でですね、口元に層を変えていくことができました。今後はですね、ダイヤモンドセラミックでさらに白い歯に変えて、美しいお口元にしていきます。噛んでください。